偉大な人類の足跡を残し永遠に続いています。今福島県は農業県から工業県へと変わりつつあります。これは皆私たちの祖先がこの郷土に住み着いて築いた限りない努力があってのことなのです。今から3000年前、私たちの祖先はこのような家に住んでいました。これは伊達郡飯野町にある縦穴式住居と呼ばれるもの。石器で狩りをした当時の生活が忍ばれます。私たちの祖先は生活をより楽しくするために粘土と火によって素晴らしい芸術品を作り出しました。この縄文と弥生式土器の優れた美意識、綺麗な模様をよくご覧ください。また八方睨みの松といわれる年老いた大きな松の木とともに今なお静まり返る平氏の兜塚古墳は、今から千数百年前のお墓で古代人の人生の記録であり精神の拠り所でもあったようです。都大婆霞とともにいでしかどと歌われた白川の関は、勿来の関とともに奥羽三関の一つ。丘の上に堀を巡らし警護に当たった館の跡があります。交通はもちろんのこと、歴史の関門でもあったわけです。我が国に仏教文化が伝わったのが飛鳥時代。東北地方にも意外に早くこの新しい文化が伝わりました。落ち着いた美しさを持つ川沼郡湯川村に残る正常寺とともに、会津の文化は栄えました。また福島市の大蔵寺にある千手観音像は東北では最も古く最も大きいものです。藤原時代の代表的な建築、内郷市の白水阿弥陀堂は金星の取れた立派なもの。中には仏像5体が安置されています。時刻天像、阿弥陀如来像などから当時の人たちの信仰と命を懸けた人間の力が感じられます。会津の鶴ヶ城は今強者どもの夢の跡を秘めて静まり返っています。二本松少年隊とともに維新の戦いに花と散った会津白虎隊の物語は今もなお語り継がれています。私たちの祖先は生活の中に潤いと慰安を求めて地方色豊かな芸能を育て上げてきました。この会津彼岸獅子もその一つ。明治の世には自由民権が唱えられ、新時代の幕は開かれました。当時の書類は県庁の書庫に大切に保管されています。そして今県ではこのような郷土の歴史の編集に一生懸命です。こうして発展し続ける県土の歩みと、より良き明日へと願う県民の祈りを乗せて、ふるさとの歴史は流れていきます。